本田愛選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本節は追加戦でしたけれども、一節間振り返ってどうでしたか？いや、なんか落ち着いてはできたんですけど、やっぱスタートがなかなかうまくいかなくて、やっぱレースにもあんまり参加できないことがちょっと多かったです。今では一番若いで130期、なんといっても今年の5月にデビューしたばかりということで、どうですか、ボートレーサーになってみて、レースをしてみて。なんかすごい夢が叶ったっていう実感がすごいあって、なんか毎日なんか嬉しいっていうか、ハッピーな感じでレースしてます。なんか丘の上でも笑顔で走ってますね。なんか笑顔で走ってるつもりないんですけど、なんか常にこの表情なんで、いつも笑ってるねって言われるんですけど、本当に笑ってるつもりはなくて、本当ですよね。はい、ただ心の中では悔しい思いもあってあります。すごい、はい、なんといっても、はい、個性的な T シャツを着てるんですけど、これ情けねって、これ何 T シャツですか？30期の同期の修了式に作った教官の、これは主任教官で、はい、これはなんか名言っていうか、私たちがなんか模擬レースとかでなんかフライングとかするとって感じで競技本部が降りてきて、なんかねみたいな感じで言うんですよ。それがすごいみんな印象的で作りました。ちょっと待って、 HQ なさげね。なんかじわじわ染みるやつですな。なんかもうみんなの前に来るときからなんかこんな感じで歩いてきて、あ、来るぞ来るぞって出るんですよ、これが。なんかこの感じだとびっくりマークがついてんで、なっさげねって言ってきたから、なっさげねって感じです。あ、この教官は T シャツにされてることを知ってるんですか？あ、知ってます。でも教官のこのなっさげねをこの胸につけるっていうのはやっぱ思いがあるんですよね、たくさん。なんかこの名言出てくる、あのフライングとかすると言うんですけど、その1回目の同期のレースでフライング切っちゃったのが自分なんですよ。はい、でもそれでなんかもうそっからなんかもうずっとって感じだったから、でレースの時はやっぱり来て、あのフライングしないように。なるほど、お守り代わりじゃないけど、はい、このもう夏だけで T シャツを着ることによってちょっと決まってしまうっていうか、はい、あ、こうやって言われないようにしようって思って、ね、じゃあ今本田選手はどんなレーサーになりたいって頑張ってらっしゃるんですか？でも、もうちょっとスタートを攻めていって、もう握って勝てるような選手を目指して。もともとスポーツ一家で育ったって聞いたんですけど、はい、そうです。父がバイク、モトクロスやってて、母はバレエの実業団でやってました。で、本田選手自身は、まあ、バレエやってます。あ、じゃあもうスポーツ精神っていう、その体育会系のノリっていうのはしっかり持ってらっしゃるわけですね。もう小さい時からゴリゴリにやられてます。じゃあちょっと今後、はい、季節もねもちろんあると思いますので、はい、ファンの皆さんにせっかくなんで PR も含めてメッセージをお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。情けないレースばっかりしないように頑張ります。応援よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、もう本当ずっと笑顔で癒されました。本当ですか？笑ってるつもりないんですけどね。なんでですかね。いいことです、いいことです。はい、ありがとうございます。